についての考え方を教えていただけますか。例えばプリズムとかビーズとか、あるいはもっと今のシリコンオイルとか。そうですね、彫刻っていう作り方としては非常に彫刻的なところから入っていて、でそれはやっぱ自分が表現したい、ある感覚っていうのがあって、でその感覚を言葉とか体ではない何かに置き換えるときに、マテリアルとかテクスチャーっていうのがあると思うんです。で、それを常に探していて、でその適合するものが一つ一つ彫刻に置き換えられてきたっていう、でそれがだんだんと自分の表現のボキャブラリーになっていて、で、最近はそれがこう組み合わさったり、組み合わさることで新しいシリーズになったりっていうことがだんだん増えているっていう状況ですね。今回シリコンオイルっていうマテリアルを、フォースという作品に使ってくださってるんですけど、はい、シリコンオイルについてはいろんな展開をされてきたと思います。まずシリコンオイルとの出会いとか、その特徴とか、自分がどんな作品に化してきたかについてちょっとお話しいただいていいですか。一番初めは2000年頃だったんですが、水を弾く紙の上にボールペンでドローイングするところから始まっていて、そのボールペンの線が弾かれてこうつながり合って、だんだんこう細胞のように増殖していくっていうドローイングをやってました。でその後に最後にフォースっていう作品ですけど、シリコンオイルの中に水が落下するときはものすごく遅いんですけど、シリコンオイルそのものを落下させるともう自由落下なので、かなりのスピードがこう、でこう降りてくると、はい、それを視覚、そういう重力そのものを視覚化できないかなというのが考えにありました。で、きっかけ、その重力っていうところにだいぶ探っていたきっかけになったのがダイレクションっていう作品で、これはインクをキャンバスの上に流して、キャンバスを垂直に保つことで、こうキャンバスの目地に引っ張られてずっと垂直に線が出てくるっていうペインティングですね。それも同じようにその空間の中にある力を取り出す、つまり重力の力によって線を描くっていうことからつながっていて、だからそれはペインティングになった場合と、今回のようにインスタレーションになった場合と、違った現れ方がしたっていうことだと思います。でそこでやっぱり興味深いのが、今回のフォースという作品の見え方なんですけれども、その、もちろんいろんな見え方がするんですけれども、逆に言うとその、イメージというか、もちろんサイズとか、落下していくスピードはもちろんその重力から現れてくるものかもしれませんけれども、ナワさん的には何かこうここに一つ込めたいメッセージとかイメージのようなものってありますか。多分このフォースっていう作品はこれからいろんな展開ができると思うんです。でまずその一番最初の現れとして今回のフォーマットを考えて、できるだけそういう意味ではシンプルにできているかなと思いますね。でそのダイレクションっていうペインティングの作品との関連性から断続的にこう縞模様、太さの違う縞模様のように手前から見えるし、近づいていくともう個々 その水たまりの中にできるこうオイルが押し出してできる穴みたいなものですね、それが半分その規則的で半分はなんか有機的な、そういう少し曖昧にしてあるような状態ですね。だからここからもう少しそのストーリーとかメッセージみたいなものが
開かれてくるようにもできるし、でも全くそういうものを消し去ったミニマルな方向にもいけるしっていう、どちらの方向にも可能性がある状態で今回の作品は作ってあります。だからやはりその今おっしゃったように、まあ、ある意味でアンディファインドマテリアリティというか、うん、液体でも、うん、ある意味で固体でも、まあ、金属的なものでもない、でもそういうふうにも見えていくっていう、あのそういう多様な見えっていうのが、うん、やっぱりご覧になる方たちにこれがこう、まあ、雨のようなものであったりとか、あのもっと別のこう記号的なバーコードであったりとか、本当に、まあ、もっと別のこう思わず触ってみたくなるようなフェティッシュなものに思われたりとか、本当にいろんな感覚を想起させるので、うん、あのそういう意味ではあのとても抽象化とそれからあの観客へのこうプレゼンの仕方があのうまくバランスが取れている作品だなと思います。そうですね、うん、まあ、今回もそうですけど結構映像作品とか、まあ、普段日常的にみんなモニターで情報を受け取ることが多いと思うんですね。でそういう中でやっぱり既視感がないものっていうものを見つけるのって結構大変で、うん、でだけどよく見るとやっぱり日常の中でそれこそあの気象現象で雨が降ったり、あの目の前で電車が過ぎ去っていったり、たくさん動いてるものはあって、あの映像っていうのはモニターの中だけに探さなくても作れると思うんですよ、うん、でその、まあ、もちろん映像を作りたいわけではなかったんですけど、そういうまあ、物質に対する感性っていうのがあのもう一度取り戻してそこに、まあ、入り込むっていうことが必要じゃないかなと思ってたんです。で例えばその雨が降ってきた時に それを単にその雨が降ってきたっていう理解するんじゃなくて、あの空中の、まあ、水蒸気が集まって雲になって、うん、でそれが より集まって重たくなって降ってくるっていう時に、うんうん、その落下している水滴がどんな形をしているのかとか、そういうことを想像するのが、うん、あの彫刻的なだと思うんですよ。で、まあ、それの本当にそういうなんかいろんな物質の関係の中に我々がいて、でどういう今どういう状態なのかっていうのをあの、まあ、感じ取るっていうんですかね、 そういう感覚がとても、まあ、今面白いなと思ってます、うん、こうやって座ってるだけでも重力っていうのは関係してるし、多分いろんな影響を受けてる、うん、光とかもちろん今だったら Wi-Fi の環境とか、そういうなんかいろんな環境下にみんなが置かれている状況 で、うん、でそれをあの一つ一つ抽出するだけでも作品になるんじゃないかなと思うんですね、うん、まあ、今回あのこの展覧会の、まあ、優先ストリームグローバルの中の名和さんの出品なんですけど、まあ、この全体の優先ストリームの展覧会の中で自分の位置というのはどういうふうにお考えですか。まあ、でもそのこの展覧会かどうかは分からないですけど、メディアアートっていうもののメディアの意味をやっぱり拡大するしたいなと思います。拡大っていうかもうちょっと柔らかくしたい、そういうデバイスとかそのモニターとかスクリーンだけがベースになるよりも、やっぱり みんなもっと遊び方を探ってるんだと思うんですよ。ですごい皆さんそういう意味ではいろんな遊び方を持ってる人たちが集まっていて、でその中で僕はやっぱりあのもう少し物質的なものを扱う役目なのかなと思いますね、はい、どうもありがとうございました。ありがとうございます。